耳掃除は2週間に1回で十分？シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。2人でミュージカルをするのがマイブームというとっても仲良しなみそらちゃんとひろはちゃん姉妹。みどりママにはこんなお悩みが。子供たちが2人とも耳掃除が苦手で困っています。しようとするとくすぐったがって逃げてしまいます。どうしたら上手にできますか？できますか？できません。アドバイスしていただくのは熊本クリニック耳鼻咽喉科形成外科の熊本真由子副院長です。子どもの耳の穴は大人に比べて狭く浅く、代謝も活発なため耳垢がたまりやすいのです。そのため気になるお母様も多いかと思います。しかし耳には自浄作用、すなわち自分の力できれいにする作用があり、耳垢は自然に耳の入り口へと移動し外に出ていくようになっています。そうなんですね。耳掃除はしなくていいんですか？耳垢が耳栓になってしまう多くは、耳掃除の際に耳の穴を傷つけたり耳垢を押し込むことが原因です。嫌がるお子さんを無理に耳掃除しようとすると耳の穴だけでなく鼓膜を傷つける可能性もありますので、避けた方が良いでしょう。耳垢は本来虫などの侵入や細菌感染から耳の皮膚を守る働きがあるため、必ずしも完全に除去する必要はありません。むしろあまり頻繁に耳掃除を行うと耳の炎症を起こす可能性がありますので、耳掃除の頻度は 1,2 週間に1度くらいが適切です。もう少し優しくやってみますね。ありがとうございました。頑張ろうね、耳掃除頑張るぞ。おー。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 TNC ハグハグからご応募ください。